市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします。今回は2月6日木曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします。今回の発表の内容は、白山消防署一支分署の移転整備と消防車両を大幅に更新、消防力のさらなる強化に向けて第3回JCA ユースクワイアコンサート、日本の合唱界の次世代を担う若者が津市に集結の3件です。今日は6日、次回の定例会見の時はもう予算を決めて最終発表をさせていただくことになると思いますので、今日はその前に政策協議で決められたことを順次発表してまいりました。今回がおそらく最終ということになります。で、冒頭2件は消防の関係のことが整理できましたので、それを発表させていただきます。まず1点目がですね、白山消防署一支分署を整備しますというものでございます。これが現在の一支分署でございます。この消防署の整備については、基本計画では消防庁舎の建て替えをしていくということをですね、掲げております。で、その中で都市マスタープランの中でも、一支分署を整備を検討するということが書かれております。で、現在のですね、具体的な消防力整備計画におきましては、老朽化した庁舎を建て替えをしていくんだということで、この一支庁舎についてはということなんですけれども、26年度に設計をして27年度に建設をしたいということをイメージを書いておりました。で、具体的にどの場所にどういう形でやるかということについて決まってなかったんですけれども、今回地元との話も大体つきましたので、こういう形でやりたいというものが整理できたということであります。どうぞ。で、現状でありますが、昭和49年6月の建設で、2階建ての274ということで、非常にこう消防署としては小さい、これ以前の一支消防署だったわけですけれども、非常に小さいわけであります。で、老朽化と庁舎が狭いということであります。で、これは拠点としての活用ができないですから、団活動にも必要なスペースがない、それから格差大きいということですね。例えば天井が一部剥離したり、クラックができたりというようなことがございます。で、現在の場所がですね、この辺にあるのを、ここへ移すわけ、後で出てきます。総合署はここですね。この場所、これはどういう場所かといいますと、一支体育館があります、その横側のですね、私有地でありまして、で、この土地は実は合併の時の一市長からはですね、この土地を有効に活用してほしいということが、合併20事業のうちの一つで出てます。一市長から持ち込まれた2つのうちの1つであります。もう1つは一市中学校の整備でありますが、ということでこの土地を使おうということであります。で、敷地面積が5000ございますので、隣に一市体育館があって、一市体育館の駐車場は比較的狭い、だからこの横にですね、ちょっと子どもたちが遊べるような公園もあって、結構土日はにぎわっておりますので、土日中心ににぎわっておりますので、この5000平米の中に一部一市体育館と駐車場を共用できるような形で整備をしたいということでございます。で、設計委託料がの来年度の当初予算に2800万、地質調査200万ということで3000万を計上することに決めました。で、場所がですね、これが一市町のおおむね人口分布なんですけれども、やっぱり高野地区っていうのが4077人ということでですね、非常に大きな人口重心になっておりますとともに、一市駅、河合高岡駅の周辺、この辺りが人口的には多いということで、現在もそういう場所にあるんですけれども、大体一市町の中心ということになろうかというふうに思います。そこで、あと幹線道路にも近いということでですね、短時間で現場への到着が可能ということであります。それから、被災ないしは各さんといったようなところへ、管外への応援も非常にしやすいということで、この場所ということに考えております。
で先ほど申し上げた一支分署ここですね現在でこれですね床止めのところ にありまして、非常にこうこうぐーっと坂登ったところなんですけども、まあ、下からよく見えるところなんですが、まあ、非常に敷地が狭いということと、まあ、敷地の形がやや整形ではないのでですね、まあ、非常に活動しにくい場所であります、まあ、そこでまあここの場所に移動しようというものでございます、まあ、住宅街、公共施設、商業施設などに近いということであります。まあ、この場所にしたいということ で事業費はですねまだちょっとわからないんですが、まだ設計してからということになるんですけれども、おおむねのイメージはですね、三郷文書というのを平成22年度23年2月に竣工しておりますが、こちらがですね、延べ床999平米で、3億2900万が三郷文書の事業費、これは地質調査設計から入っておりますが、こちら造成も若干必要だったんで、まあ、それぐらいかかっておりますけど、まあ、大体3億円前後というところが事業費になってくるのではないかと、まあ、これからちょっと設計しますが、まあ、事業費はそれぐらいになってくるんじゃないかと思っております。これが1番目の一支文書の整備であります。もう一つはですね、消防車両を整備していきますということであります。で、まあ、これも消防力のですね、整備計画基づき更新をしておりますけれども、大体ですね消防の常備消防の場合は10年から20年を経過した車両結構使ってるんですよね。で特に10年というのは救急車が一番よくこう走るんで、10年または15万キロで更新をするということになっております。でそれ以外のところはですね、まあポンプ車、消防ポンプ車などはだいたい15年とかですね、それから、まあ、はしご車に至っては20年ということでやっております。消防団の方もですね、これはまあいろいろの使い方あるいは地形等によって変わるんですけれども、まあ、だいたいその更新年限は市の更新基準に準じて、まあ、だいたい17年ぐらいが平均なんですかね、まあ、それぐらいで更新をしておるというのが現状であります。それで、はい、まあ、今回ですね、この例の地域の元気臨時交付金を、まあ、ここにも活用しようというアイデアであります。これまで、被災のプール、それから芸能ワンパーク、三重丹のクラブハウスを発表いたしましたが、10億8000万のうち10億6500万が来年度の予算に乗っかる部分でございますが、これを活用しようというものでございます。でどういうふうに活用するかというとですね、実はこれここ数年 の常備 と消防団の車両の整備についての一覧表を作ってきましたので、ね、問題点は非常に明らかになっておるんですけども、実はですね24年度救助工作車3型っていう、これ被災に配置をした非常に能力の高い特殊救助できる車両ですね。それからこの間お披露目しましたけれども、今年度は30メートルのはしご車、中署に配備しましたが、これが非常に大きい金額がかかっておりまして、ここ数年はですね、今年と去年は2億円、2億1000万とか2億4000万、常備の消防車両に大きな投資があったものですから、整備をしております。そこでですね、結果として、ちょっと消防団の車両の予算がですね、まあ、ちょっと十分確保できていないということがございます。で、消防団の方も私も地域よく歩くとですね、団の車両が非常に古いタイプのものが、まあ、ボコボコ言いながらとは言いませんけども、非常に長く使って走っているというようなことがありまして、前からちょっと気になっておりました。なんとかできないかなということで考えて、今回はですね、まあ、基本的に補助金とか合併特例債、過疎債が使えるんですけれども、先ほどの地域の元気臨時交付金を導入しまして、常備消防にはですね、交付金を充てようと、で消防団の車両に過疎債、合併特例債を集中投下していこうと、まあ、こういう話に整理をしました。で、先ほどのですね、予算配分を
常備消防と消防団を、まあ、いわば入れ替えるような形にして、消防団に一気に1億9000万を投じます。で、これは内訳は合併特例債と過疎債がメインであります。で、ここで13台消防団に、消防車両を更新をいたします。加えて、地域の元気臨時交付金を活用して、津市消防は比較的小さい車両をですね、に今回は集中投資していったら、台数は13台、合わせて26台をですね、一気に整備していこうというものでございます。このことによりまして、事業費としては2億3000万、それほど大きくなりませんが、整備が遅れていた常備消防の車両は臨時交付金を活用、それから消防団の非常備消防車両は、2年分をですね、一気に13台更新をすると、こういうことにさせていただきたいというふうに思います。はい、でどんな車両かということなんですけれども、常備消防の場合はですね、後方車、現場で、機動性を発揮して、4WD のタイプですね、こういうものを整備していくということ、それから小型の貨物車とか資機材を搬送する形、それからあとは地域支援車といいまして、訓練指導などにですね、地域に出かけていく、ちっちゃい車両ですね、これを整備をしてまいります。次、消防団。消防団の方はもう、これはもう明らかにポンプ車両ですね、これが一番多いわけでありまして、これ7台、それから小型ポンプ付き積載車の普通車、軽自動車、これは小型ポンプを乗せて走る車ですけれども、20年以上、あるいは20年経過した車両を最新型に更新をしていくということになります。このことによりまして、消防団の機動力が大いに上がるんではないかというふうに期待をしております。今申し上げたこの3つの車がどういうふうな効果があるのか、それから消防団の方の効果を改めて書かせていただきました。以上が消防の車両の更新であります。はい、もう1件、JCA ユースクワイアですね、大体固まってまいりましたので、発表させていただきます。はい、コンサートとしては3月29日にリージョンプラザお城ホールで開催をいたします。で、指揮者カリ・トゥルネンという人ですね、フィンランドの出身の人で、フィンランド合唱指揮者協会の会長であります。はい、で、キャンプ自体が25日からスタートし、4日間なんですけれども、これ17歳から27歳、要項では16歳から28歳なんですが、実際に決まった人は17歳から27歳の人が来ます、40人。でこのうち津市在住が1名、それから津高校出身の方が3人と、高田高校在学中が1人ということで、津市在住の方は、重なってません、この人はですね、附属中学校から暁高校出身の20歳の方ですから、この人とこの人とこの人は重なってません、ですから、津に縁のある人が、いわば5人。参加をしておられるということになります。で、会場は白鷺ホールで、宿泊先は井の倉温泉ということになります。はい、どうぞ。で、公開リハーサルを27日の14時からやらせていただきます。これはどなたでもご覧になれます。それから、白山からこの旧津市に移動してきて、街角コンサートというのが、これは市民の皆さんに少しお披露目的にやろうというのが金曜日の12時半、28日、これも入場無料であります。で、翌日がコンサートということになります。で、コンサートのチケットは今日から市内6カ所で発売をいたしますということで、全席1000円であります。はい、で、もう一つですね、三重テレビさんにお願いをして、ドキュメンタリー番組を作ります。特にこれ、全国から、合唱の将来、指導者になるような方が集まってきて、そして一つの音楽を作っていくというですね、ミュージックキャンプならではの、出会いだとか、あるいはこの心をだんだん通わせてくる、そういう過程が非常に、注目をされますので、それをドキュメンタリー番組に作っていただこうということで、三重テレビさんにお願いをしまして、4月に放送していただく番組を作っていただきます。で、参加者には記念品として、三重県以外の人もいらっしゃいますから、三重テレビが見られないところの方に
もいらっしゃるということで、DVD を配布しようということでございます。はい、もう一回全体まとめますと、25日から28日までがコーラスキャンプでありまして、白鷺ホールと井の倉温泉で、27日はそのうち公開リハーサルがございますと。で、28日は真ん中広場で街角コンサート、そして29日がコンサートでありまして、29日をコンサートで全体が終わると、こういうことでございます。まあ、この事業は全日本合唱連盟さんからですね、ぜひ都でやってほしいというお話もあって、で、私どもとしてシティプロモーションとしても非常にいいだろうと、それから白鷺ホールの音の響き、あるいはリージョンプラザのようなですね、非常に客席と舞台が近いところでコンサートをしていただけるということで、これ合唱指導者の方々、あるいは津市で音楽教育に携わっておられる方々にも大いに参考になるだろうということでですね、やらせていただくものでありますが、全国から40人の方、若い方々が来られるということでですね、ぜひこの津市が一つの思い出の場所になってもらうということですね、ここ津市から芸術が創造されるということは非常に意義深いことだというふうに考えて、今年の事業としてやらせていただくものでございます。大体中身が明らかになりましたので発表させていただきました。私からの発表事項は以上でございます。よろしくお願いいたします。